変わらないのに静かに移ろう景色生きているのは別れを知ること愛しいのあれただどうしていましたか私は、はい、いかがだったでしょうか。まあ、先日ですね NHK で美空ひばりさんのコンサートがありました。そこでですね新しいこう新曲ってのを発表されたそうなんですけども、この新曲ってのがですね美空ひばりさんの、まあ、AI といいますか、あらゆる記録を総合してプロデューサーとかねクリエイターさんが集まって、コンピュータグラフィックとそれからね最新の音声認識ソフトでね作ったそうなんですけども、まあすごいですね、本物そっくりと言いますか、本当に美空ひばりさんが現代に生き残ってきたんじゃないかというふうに思えるぐらいですよね。確かに曲を聴いてても美空ひばりさんがご存命でしたら歌いそうな曲、歌いそうなまあ、あの歌詞だったかなと思います。まあ、というところでね、私たちは死後ももしかしたら記録として残せるものがあるのかもしれません。まあ、その一つが YouTube なんではないかなと思うんですよね。さあ速稼塾でもね YouTube というのが今大前世紀ブームを迎えまして、まあ、昨日もねいくこさんから動画のメッセージを送っていただきまして、それからね岡山の方からも、まあ、警察関係のね動画の方を送っていただきまして、こちらの方はまあ限定公開にしているそうなんですけども配慮深いですね。まあ、あの速稼塾の中で今ね YouTube を本当に私が推しているのはただ単に収入になるからっていうことではないんですよ。自分がいなくなった後もですね、周りの人に YouTube という形でこうやって記録を残せるっていうかね伝えることができるってことなんですよ。そういう意味で言うと私の動画っていうのはもう1万本以上この YouTube にねアップロードされてますんで、 YouTube っていうのがなくならない限り誰かに見つけてもらって誰かと私がねコミュニケーションする可能性があるわけなんですよね。まあそういった形で現金という資産を作れる可能性があるだけではなくって無形の遺産を残すことができる、こういう YouTube をねこれからも皆さんと一緒に活用していければなと思っております。今回はですね、速稼塾の更新メールの中に、まあ、いくこさんの宇宙人というね宇宙人というキーワードに、まあ、反応した動画の方を搭載しておきますので、よろしかったらご覧ください。それではですね皆さんもどんどん YouTube の方をアップロードしてくださればあの幸いでございます。その際はですね私のチャンネルでも紹介させていただきますので、ぜひ、動画の方をお寄せください。では本日は以上です。失礼します。